クライナ24年早々国家存続問われる資金不足、国際社会に警告。ウクライナ財政は2024年早々に極めて高い不確実性に直面するとして、シュミハリ首相は国際社会に警鐘を鳴らし、緊急の支援国会議の開催を求めた。2022年12月の主要7カ国 G7 首脳会議で設立されたウクライナ復興ドナー調整プラットフォーム MDCP に宛てた書簡で、シュミハリ首相は政府運営の中核的予算を維持するために来月にも資金が必要だと訴えた。欧米それぞれの政治的内紛で合計1100億ドル、約15兆4600億円の支援金がストップしている現状で、ウクライナの嘆願は切実さを増している。マクロ経済の安定を維持するためには、2024年1月から十分かつ迅速で予測可能な国際支援を受けることが不可欠になると、ブルームバーグが確認した12月の書簡でシュミハリ首相は述べた。ウクライナ同盟国の支援が盤石でなくなる状況を、ロシアのプーチン大統領は好機と捉えている。ウクライナは反攻作戦で目的を達成できず、同国政府は危機感を強めている。財務省は先週、2024年に必要となる資金見通しを373億ドルと発表した。2023年には420億ドル以上の国際援助を受けた。シュミハリ首相は戦後の復興や経済回復といった長期的な必要性よりも、教員や公務員への給与支払いや年金の給付など政府運営を維持する目下の必要性に予算は焦点を絞るべきだと MDCP への書簡で説明した。復興や再建プロジェクトを協議するのは不可能に近い。国家存続という2024年の優先課題にもがき苦しんでいるのが現状だとシュミハリ首相。2月に予定されている MDCP 会議を1月に前倒しすべきだとし、社会的ニーズを満たす財源を得るには3月まで待てないと述べた。マルチェンコ財務相は今月、ウクライナの財政は早ければ来年最初の2ヶ月で不足に陥る可能性があると述べた。戦費で追い込まれたウクライナ、支援約束守られない場合の選択肢検討。2024年中国経済はさらに悪化へ、景気低迷が長期化も、今後数十年間の規模化。中国経済は2023年に急速に回復し、世界成長の原動力としての役割を再び果たすと予想されていた。ところが実際は国際通貨基金 IMF などから世界生産の足かせとまで呼ばれるほどに失速した。果たして今年の展望は。不動産危機や消費の低迷、若者の高い失業率など多くの問題を抱える中国について、ほとんどの経済学者は2023年の成長の目標約 5% をクリアすると見ている。だがアメリカ CNN ビジネスによると、この目標はコロナ禍以前の10年間の平均年間成長率約 6% を下回るもので、2024年はさらに深刻な状況に陥ると予想され、今後数十年間は景気が低迷し続ける可能性があるという。そこから先が下方のみ。中道右派の米シンクタンクアメリカンエンタープライズ研究所の上級研究員デレク・シザーズ氏は CNN に、中国経済にとっての2024年の課題は GDP の成長率ではないと指摘。同氏は成長率が 4.5% を超えるだろうと推測するが、課題はそこから先が下方のみということだと続けた。同氏は大規模な市場改革がなければ、中国は経済学者が言うところの中所得国の罠にはまる可能性があると予測している。その罠とは、多くの新興国が経済発展により一人当たりの GDP が中程度の水準、中所得に達した後、発展パターンや戦略を転換できず成長率が低下、あるいは長期にわたって低迷することを指す。中国は1978年に世界に再び門戸を開放して以来、数十年間世界で最も急成長を遂げた主要経済国の一つとなった。1991年から2011年の間、
毎年 10.5% の成長を続けた。その後、習近平政権下では拡大は鈍化したものの、それでも2021年まで10年間の平均は 6.7% だった。経済回復に強い逆風。2022年の暮れ、中国政府の厳格なゼロコロナ政策が転換され、23年に期待された経済回復は強い逆風にさらされたのだ。ロイター通信によると、コロナ後に消費者は再びショッピングモールに向かい、海外投資が再開され、工場が再稼働し、住宅販売が安定するだろうとの期待があった。ところが中国人消費者は不況に備えて貯蓄し、外国企業は資金を撤退、製造業は西側諸国からの需要の減退に直面し、地方政府の財政は不安定になり、大手不動産会社は相次いで債務不履行に陥った。日本の失われた数十年との類似。一部の経済学者は、バブル経済崩壊により1990年代に始まった日本の失われた数十年との類似点さえ指摘している。また、中国政府は10年前に不動産開発主導の発展から内需主導型の成長に経済を移行すべきだったが、それを怠ったと批判する見方もある。そのため政府は消費を拡大し、経済の不動産依存を減らすと宣言。金融機関に対し、不動産開発からハイテク業界への融資に転換するよう指導している。国際通貨基金 IMF も中国の長期的見通しについては悲観的だ。IMF は昨年11月、中国の成長率は2023年に 5.4% に達し、生産性の低下や高齢化などの逆風の中、28年には 3.5% まで徐々に低下するとの予想を発表した。世界経済の減速は2025年までは続かない。2024年、日韓関係のヤバい問題が急浮上。日本韓国が通貨スワップ再開への大きな違和感と、今再びの日韓大崩壊という悪夢シナリオの現実味。日韓通貨スワップ再開への大きな違和感。2023年になって日韓関係が良好になる中で、私は第3次二国間通貨スワップを締結するとの知らせを聞いた時にはまたかと思ったものだ。日韓の通貨スワップが再開するのは喜ばしいことである。日韓関係の悪化によって止まっていたものが動き出すのは当然いいことだ。そうした中で私がまたかと思ったというのは、あれだけムンジェインで翻弄されたのにまた韓国を甘やかして大丈夫かという思いからだ。私が思うに、1965年の日韓基本条約以降、日本は韓国へしっかりとした対応をしてきた。日本からは河野談話が出て、村山談話が出て、アジア女性平和基金、慰安婦合意もあった。しかしそうした対応も、韓国内の左派重北勢力にいろいろな意味で妨害されてきた。そして安倍内閣誕生と同時に、韓国左派勢力は日本を極右政権と呼び出し、ムンジェイン政権では日本からの提案を無視し続けた。ムンジェイン政権では韓国政府は青天の霹靂のように日本から突然ホワイト国解除を受けたかのように見せかけて、国民感情を扇動し反日不買へ一気に持ち込んだことも記憶に新しい。まるで全て安倍政権を極右政権と位置づけた時から着々と反日の機会を伺っていたかのように、韓国に日本は甘すぎる。ムンジェインの頭の中には反日を強烈にすることで北朝鮮のムンジェイン政権に対する評価を期待した側面があったことは間違いない。しかし結局それらは全て崩れ去った。そんな自爆的にめちゃくちゃになった国をこれまで通りに普通に立て直すだけで今のユン政権は評価を得ている。もちろん立て直す過程で国内では左派重北思想者を反国家勢力と決めて一掃したり、元徴用工問題を国内解決していこうと決めた姿勢は日本にとっても有益であることは間違いない。だがそういったことは全て韓国が国内解決すべき問題である。日本はこれまで十分に手を差し伸べてきている。
それでもまだ手を差し伸べようとする日本政府に、そんなに甘やかさないでいいよと私はつい言いたくなるのだ。日韓関係の浮き沈み。これまで日本が韓国へ手を差し伸べた結果、良かった試しはほとんどないように感じるのは私だけだろうか。手を差し伸べても提案しても国民は知らされず、かたくなに反日正義を貫いてきた国が今国民から変化の兆しが見えるのならば、日本は韓国を放っておくことが一番良いと思うのだ。もちろん私の生業も関係良好という前提に成り立ってはいるから、日韓関係が改善することは大歓迎である。2024年はそういう一年になってほしい。しかし一度ムン・ジェイン政権という暗黒で実被害を受けてしまうと、日韓関係の浮き沈みには慎重になってしまう。韓国にいると確かに日韓関係の雪解けムードを感じるが、その雪解けが早すぎると今度は違った意味で雪崩、反日として帰ってこないかヒヤヒヤするのだ。2024年にその懸念が現実化しないことを祈りたいのだが。